底辺 YouTuber が改造中をぶっ壊す。お世話になります。ひたりでございます。実際に私も改造を受け取ってしまった事実があるので具体的な名前を出しますが、改造ポケモン配布を行っている人でオースラブ TV というのが有名ですよね。ネット上では売名目的だとかなんとか噂がありますが、彼彼女もしくは彼ら彼女らは一体何なのか今回調査したのでご紹介いたします。なおこの動画では改造を推奨していませんし、オースラブ TV を擁護するわけではありませんが、この動画でオースラブ TV のことを知ったからといってオースラブ TV のサイトや YouTube チャンネルを荒らしたりしてはいけません。迷惑なことやってるからといってそれがその人に迷惑行為をしていい理由にはなりません。そこはご理解していただいた上でこの動画をご覧いただければと思います。そもそもオースラブ TV とはよくこの名前で呼ばれていますが、この名前の意味から考えていきましょう。まずラブは誰でもわかる通りの愛の意味のラブで間違いないでしょう。そしてドット TV のところは何かというと、テレビの意味というよりもただのトップレベルドメインだと思います。トップレベルドメインとは何かと言いますと、ウェブサイトの URL によくある .jp や .com、.net とかの部分に相当するものです。私はウェブサイト運営者もやってるのでわかるんですが、この中に実際にそれほどメジャーじゃないものの .tv というものがあるんです。ちなみにこの .tv というのはあの地球温暖化の海面上昇の被害例として挙げられがちなツバルを表しています。つまり .jp は日本を表していますが、そのツバル版ということですね。まあこの .tv の使用権は売却されており国籍関係なく使えるのであまり意味はないんですけどね。ざれ言は置いておいて、それでは残った AUS とは何かというと、一応表記は A と S が大文字で U だけが小文字という不自然な感じですが、私はオーストラリアの略称としての AUS だと考えています。でいろいろ調べてみると、オースラブ TV の YouTube チャンネルの概要の場所の表記のところでオーストラリアと書いてあるんですよね。また AUS というのは実際に省略した形でオーストラリアを表すみたいなので、この AUS というのはオーストラリアの意味である説が濃厚でしょう。ただ AS が大文字で U だけ小文字の理由は全く意味がわからないですけどね。ということでオーストラブ TV の意味をまとめると、オーストラリアを愛しているドメイン名ということになります。で読み方に関しては AUS がオーストラリアの意味だと思うので、先ほどから呼び続けているオースラブ TV もしくはオースラブ .tv が適切な読み方かと思われます。多くの人から嫌われているので、本当はものすごく平和な名前だったんですね。意外と可愛いな。でこのオースラブ TV が何をやってるかというと、先ほども少し触れましたが、実は YouTube で動画投稿をしていたり、 Twitch でレイドの配布や交換の配信をずっと流していたりします。他にもウェブサイトや Twitter、Facebook まであらゆる SNS を駆使して精力的すぎるくらいに活動しているんですよね。これはただ説明するだけじゃ分かりにくいので、ここからは著作権を侵害する目的でなく引用ということで実際に移してやっていきたいと思います。まずはオースラブ TV は先ほども言った通りドメイン名ですから、これを入力してサイトを見に行きましょう。オースラブ .tv ということで、これで押していきますと一気にオースラブ TV のサイトに入れるわけでございますと。なんかここにハルカとね、あの主人公がいますよ、ルビーサファーの、好きなんでしょうね多分彼は。オースラブって書いてありまして、こちらにツイッチの画面ですね。そういうものがありまして、これ何してるかっつうと、書いてある文言を読んでみますと、シャイニー EV レイドプラスシャイニートレイズっていうことなんで、色違いの EV のレイドと、まあ色違いの交換をしているよっていうことですね。普通にこんな感じで4つの画面こうありまして、下の2つは、どうやら交換のやつですね。私何回かもう見てるんですが、こっちの上の2つがね、どうやらねレイドやってるっぽい感じですね。こんな感じで今こっちの画面でレイドやってますね。ですのでまあ改造というわけではないでしょうけど、まあレイドとか特にね、普通にこれ出したやつをただ配布してるだけっていう可能性もありますので、改造と断言はできないですけど、あここ始まりましたね。こんな感じで交換もやってるという感じでございます。でここにベネフィッツオブサブスクライビングということで、登録したメリットみたいな感じで書いてあったり、登録のメリットでこんなワンチケッツワントレードって書いてありますんで、このチケットみたいのを買えば多分交換みたいのができるっていうことですね。そんな感じでございまして、ここレード始まってますね。こっちも交換やってますね。ミュウツーとかめっちゃいっぱいいますね。すげえゼラオラもいますね。やばいっすね。でこっち文言は何書いてあるかと言いますと、 How to get a shiny Pokemon って書いてありますので、どうやって色違いポケモンゲットするかっていうことですね。簡単に読んでみますと、1、play the video and follow the chat below the video っていうことで、ビデオを見て下にある、ね、チャットのところをフォローしなさいという感じですので、このチャットっていうことですね。次見てみましょうか。 2. オンラインに、必ずしてくださいと。 Y コマンドで交換のとこに行って、パスワードをこの1470でセットしてくださいっていうことですね。で次が、リンクトレードボット。だからボットがカウントダウンを、2、3分ごとに始めますっていうことですね。まあいろいろ細かいやり方が書いてあると。まあそんな感じでオーストラブ TV さんはね、まあいろいろやってると、配ってるという感じで、こっちにプライズリストってありまして、これはまあ
商品のリストっていうことですね。はい、で見てみますと How to use get チケットっていうことで、チケットのゲットの仕方、登録とか再登録したらチケットもらえるよっていうことですね。でこのチャンネルのリンクが貼ってあって、これは多分 Twitch のプライムのなんか登録者みたいなのかな、そういうのにすると、1個チケットがもらえて、それでサブスクライバーなんか TI1 っていうことの、これ段階みたいなのがあって、それで、チケットをもらえるっていう感じですかね。まあそんなチケットの、手に入れ方みたいなのが書いてあると。それで How to use tickets の方見てみましょうか。あなたのチケットを使うために、Join our Discord に入ってくださいっていうことですね。大したこと書いてないですから。で GMAX Prizes ということで見てみましょう。これは配布している巨大マックスのポケモンっていうことですね。でマスターボールとか持ってて100レベルでちゃんとバトルで使えるやつで、色違いでかつ 6V のやつっていうことですよね、多分。でこんな感じでちゃんとポケモンのリストが載ってるということで、でシャイニーエッグということで、全ての卵は色違いっていう感じですね。ウルトラシャインとかっていうのは多分ひし形とか色違いの出てくるエフェクトの違いってことですね、多分これは。でブレッドインラブボールはラブボールに入ってるということで、マスターボール持ってるというこれはお決まりみたいな感じなんですかね。 6V みたいな感じですから、でいくつか 5V みたいな感じで書いてありますからね。っていうことはこの人はやっぱり改造ではないのかな、多分乱数調整とかで出してるってことの証明みたいにもなりますよね。ちゃんと戦闘用になってると60個ね今いるということで、卵がね、それで、まあどれか頼めばねランダムであげるよっていうことですね。そんな完璧な個体がねいくつもね複数体いるってわけじゃないっぽいので、やっぱり改造はしてないっぽい感じですね、ニュアンス的に。でエッグリスト見てみましょうか。まあこんな感じでいろいろ書いてあるということですね。これはすごいなマジで。ニックネームとか書いてあって、ポケモンの名前、それネイチャーだから性格みたいな感じか、でアビリティみたいな感じで書いてあって、そのいわゆるポケモンの、ステータスが書いてあるっていうことですね。バルトイこれ何か分かんないわ、ちょっと調べてみましょうか。ヤジロンですねヤジロンをバルトイって言うんですよね、私知らなかったです。まあそんな感じでいっぱいねポケモン名が書いてあって、でも意外とそんな強いやつではないんですかね。ですからここから考えてもあんま改造でガンガンやってるっていう感じでもないっすね。でこのプライズリストの次はホールオブフェイムということで、これ意味なんか私調べてみたら殿堂みたいな感じですね。殿堂入りとかの殿堂っていう感じで、ちょっと意味わかんないです読んでみましょうか。スイッチのチャンネル登録したら、バッジもらえるよってことですね可愛いっすねまあそんな感じでございますと。で VIP ですね、ちょっと見てみましょう。こっちもカテゴリーズ1でブロンズで2回ちょっと早くできるってことかな、交換とかが。で次はベネフィッツで、まあ、これはただのその VIP のメンバーの証みたいな感じですかねそういうのがあるよっていうこといらねえっていう感じですけど、スカイプできるよってことだと思います。スカイプしたいやついるんか、オースラブ TV さんと。まあ、そんな感じでブロンズ VIP とかシルバー VIP とかゴールド VIP とかって、まあ、それぞれなんかメリットあるよって感じで、でサポート見てみましょうか。ここはおそらくこのサポートっていうのはオースラブ TV さんをサポートするっていうことですね。エブリドラーだから、これ多分1ドルごとに200のオースコインズオースコインなんて作ってんのかい、オースラブさん、なかなかやるね200のオースコインを1ドルごとにアカウントに振り込むよみたいな感じですよね、多分。まあここでペイパルとかで入金するっていう感じですかね。すっごいちゃんと仕組みがしっかりしてますね。じゃあ FAQ 見てみましょうか。まあこれはよく日本語でもありますけど、よくある質問ってことですね。はい、ということでオースラブ .tv さんのこのサイト見てきましたけど、ちょっとツイッチの方も見てみましょうか。先ほどのサイトにこのツイッチの画面が埋め込まれてたっていう感じだと思います。でここでサブスクライブってありまして、登録しろよ的なニュアンスのことが書いてあるわけですね。登録のお金は1ヶ月ごとに 4.99 ドルだよっていうことですね。 4.99 ドルって言ったら600円とかそんぐらいですかね。まあ妥当な金額じゃないでしょうか。でニューオプションズで 9.99 ドル、24.99 ドルっていう感じであるわけでございますと。他にいろいろ書いてあるのがベネフィットオブサブスクライビングなんで、まあこの登録のメリットがこうずらーっと書いてあるわけですね。チケットをもらえるってことですね、1個。それで、プラス1000のオースコインがもらえるよくこれ自分で作ったなと思いますけど。でボーナスとしてさらに、追加コインがあるよっていう感じですね。毎月登録するにはお金がかかって、登録するとチケットをもらえて、そのチケットを使うことで交換できるという感じになってるんじゃないかなと思います。でそれで999サービスボーナスっていうことなんで、ちょっとニューオプションのやつですね。そうすると1チケットじゃなくて、まあ2チケットもらえるよっていう感じなんで、やはりこの課金していくだけ、その分、交換できるよっていう感じですかね。そんな感じでいろいろ書いてあるわけでございますと。まあ、ちなみに今の視聴者は114人いるんで、まあこれどうなんですかね、多いんですかちょっとわかんないですけど、まあそこそこっていう感じですかね。でこの
のオースラブ TV っていうのは実は YouTube にもあるんですよね。それ次は見ていきましょうか。はい、オースラブで検索した結果を見てみますと、ここにありますね、ゲンガーの顔ありまして、ゲンガー相当好きなんでしょうね。しかもこれゲンガーの口のところオースラブみたいになってますよ。あのアーティストのグリーンみたいな感じでそんな表記ですね。とりあえず見てみましょう。チャンネル登録者 4.48 万人、わしよりいるやんけ。わしによこせその登録者。 OK、 見てみましょう。はい、中身見てみますと、人気のアップロード動画ということで46万回再生とかされてますね。42万回再生で、内容はどんなことが書いてるかっていうと、まあ、どうやって色違いのカプコケコと、マシャドウをゲットするのかっていうことを書いてあるわけですね。でこっちの動画の方を見てみますと、最近のやつだと、あ、多分これあれですね、スイッチのやつでやってることをこう紹介してるっていう感じの紹介動画っていうことだと思います。こっちでニューポケモンファーストリアクションだから、あの鎧のこととか多分出た時のリアクション動画みたいなのを上げてるってことですね。2匹、色違いの EV が連続で出たっていうことですねまあこれ謎書いてあるから出てはいないのかな。まあ他にもこんな感じでハックモンバトルとか書いてあるんですね。こんな感じでダーッといろいろね、色違い系の、ポケモン中心にあるわけでございます。じゃあここから、再生リスト見まして、まあここは何もないか。でコミュニティ見まして、まあ、ここ何書いてあるかっつうと、セカンドチャンネル必ず登録しろよっていう感じですね。この生放送のハイライトとかをあげるよっていう感じですね。例えばクッキングストリーム、料理をやってる生放送とかも普通にあげてるっていうことなんですかね。それかカレーのことポケモンのやつので、それでバースデーですから、なんか誕生日のこと、 あとは開封動画みたいのを上げてるみたいですね。どうやら見てみましょうか。まあこんな感じでこっちでもう 1.17 万人いますね。しかも、人気のアップロード、1個だけ11万回ということで、これ1個だけで 1.17 万人いるとか、まあやばいだろ、天才じゃねえかよ。でこれ内容見てみますと、低いレベルの男がポケモン GO でめっちゃ珍しい、ポケモン見つけるよっていうことですね。それで11万回再生いってますね。これはすごい。まあそんな感じのサブチャンネルもあるという感じですね。鬼ですね、はっきり言って。まあ、こっち見てみますと、そんなセカンドチャンネルありまして、いいね、92個ついてるし。ちょっとコメント見てみましょうか、ここで。で、これなんて書いてあるかっつうと、オスラブ TV が、まあ、サンタクロスみたいなもんでしょうっていうことでしょ。どうも、私は100レベの色違いミュウツーをあなたから交換でもらいましたと。私は改造せず、ポケモンやってますと。それは、存在し得るかっていうことを聞いてるわけですね。まあ、これは OT っていう名前を見て、で、YouTuber じゃねえかって思って、それでチェックしたらオースラブンとかにたどり着いたっていう感じなんで、聞いてるってわけです。これ私のところにも100レベルの色違いの、ミュウ来ましたけど、これ改造ですかっていう風に来ますけど、よくそれと全く同じような質問ですね。やっぱどこの国でもそういう人はいるんですね。なかなか面白い発見です。でチャンネルは他にはないと。で概要欄にはオースラブ、ライブストリームオンツイッチ TV っていう感じで、ツイッチでやってるよっていう感じで書いてありまして、で313万回、再生されてる。なかなかいかついな。でリンクの方を見てみますと、ツイッチ多分先ほどのやつですね。ウェブサイトもそうでしょうし、先ほども挙げた通りツイッターとフェイスブックもやってるんですね。でこれなんだ、デビアントアート、ちょっとよくわかんないですけど、アートっていうのかな多分。まあ、とりあえずツイッターの方から見てみましょうか。ツイッター2万フォロワー、いかついな。この人 Twitch パートナードストリーマーということで、これ公認されてるってこと、もしかして。いかついな、それだったらマジで。で、それで、いろいろ書いてありました。あ、これ最近のやつですね。ザ・レジェンダリー・トリオ・バーズ・ア・バックっていうことで、3匹のこの鳥のやつが戻ってきたよっていうことですね。で、ポケモンチャンピオンシップ、オーシャニア・インターナショナルズ、2020メルボルン。メルボルンで、まあそういうインターナショナルのそういうなんか大会みたいのかな。やっぱりこの人、だからメルボルンって書いてありますから、やっぱりオーストラリアの人っていうことですね。で、改めて見てみますと、これオースラブですから、オースラブ TV って私呼んでましたけど、先ほどまで。オースラブってのが正式名称っぽいですね。先ほどの YouTube の方を見てみても、オースラブですので、やはり、オースラブっていうのが、この方の正式の名称っぽいですね。ですから、ドット TV っていうのは、やはり URL としてのドット TV、っていうことですね。じゃあ次のリンク見てみましょうか。次、Facebook でも見てみましょうか。先ほどの Twitter と同じようなやつですね。で、それでいろいろありまして、これ私もうすでに見たんですけど、これ寄付してるんですよね、多分これ。ハッピーオーストラリアデイっていうことですから、多分オーストラリアの日っていうのがあるのかな。まあ、そんな感じで書いてありまして、これどういう意味かっていうと、3000のオーストラリアドルを、合計で、支払ったと。2つの、組織に、RFS と WWF っていう感じで。で、これ何の組織かっていうと、RFS ってのは何かっていうと、リサイクル系のやつってことかな。それに多分寄付したっていうことで、WWF って、あ、
世界自然保護基金っていうことなんで、そういう基金に寄付したよってことかな。なかなかいかついことやってますよね。最近オーストラリアで多分山火事みたいなあったと思いますけど、その緊急でチャリティーの生放送みたいなやったみたいですね。これ多分ニュアンス的にはみんなから集めたやつを、その2つの組織に送ったっていうことですかね。多分ですからこの人が全部金額を出したっていうわけでもなさそうな感じかな。でもどっちにしろ集めたやつを送ったんで、まあそれは普通に褒められるべきことですよね。すげえ、こっちのちゃんと証明写真みたいな載っててすごいっすね。そういうところが人間性をね伺えるようなところなんですが、なかなか面白いと思いますと。じゃあラスト、このよくわかんないディビアントアートを見てみましょうか。はい、これ私これ一回見たんだけどよくわかんないですけど、多分この人が描いたっていうことなんですかね。ちょっとよくわかんないですよね。でもなんかすげえ愛に溢れたような画像みたいのがいっぱいありますね。多分この人描いたんかな。ここにサザンドラの色違いとかありますから、やっぱりでもこの方色違いめっちゃ大好きですから、やはりそういうところに現れてるんですよね。まあそんな感じで、まあこんな風にあってニューラとかセレビーとか全部色違いで、やはり色違い大好きだってことがわかりますね。本当にポケモン大好きなんだなってことは伝わりますね。まあそんな感じで、まあリンクこれで全部ですね。ということでオーストラブ TV はレアポケモンをレイドで配布したり交換しているだけで、改造をやってるかは断言できませんでしたね。というかむしろ配布できるポケモンに5部位がいたりと、改造をやってなさそうな感じもありましたね。とはいえ実質的にレアなポケモンを売るような行為をしているので問題はありそうです。ただ問題ありそうでもこの活動を続けられているのは、一応オーストラブ TV はポケモン売ってるのでなく、あくまでもチケットを売るみたいな方法だからだと思います。パチンコの関係の仕組みに似ていて、データを直接販売しておらず、チケットを介した間接的な方法なので、法的な問題も回避できているのかもですね。まあ元々改造自体をやってる証拠はないので問題はないのかもですけどね。という感じでオーストラブ TV は寄付をしている意外な一面もあって、とにかくポケモンへの愛が深すぎて完全なる悪人とまでは言えなそうです。ただ私が言いたいのは、もう十分有名なんだからさ、普通のゲーム実況して稼いでお金ちょうだい。テロリストじゃない。